よろしくお願いいたします。本日の定例記者会見は都市整備部総務部上下水道からの2件になります。1件目は下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例の制定についてです。令和5年より自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されるなど、自転車の安全利用そして事故防止の機運が全国的に今高まっている中ですね、本市におきましても自転車に関する事故防止事故を防止する、とともに自転車に楽しみながら乗っていただけるように、下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例を制定をいたしました。本条例に基づきまして、本市では市民や事業者の皆様そして関係機関等とも協力しながら、市民がレジャーやスポーツとして、また日常の乗り物としても楽しく快適に自転車に乗っていただけますように、自転車に優しい街づくりを推進してまいりたいと考えています。なお本条例につきましては年明けの1月1日元旦より施行する予定でございます。この件については以上です。続きまして小屋川ダムの状況および本市の下水対策についてお知らせいたします。本年8月から少雨の影響を受けまして、本市の水がめであります小屋川ダムの貯水量は平年の量を大きく下回っています。今月中旬からの降雨によりまして、この貯水量の回復を見たところではありますが、依然として予断を許さない状況でありまして、今後の気象情報を注視していく必要があるわけです。水不足が市民生活に及ぼす影響は当然のことながら重大でございまして、本市といたしましても生活の安定に資するため、総合的かつ一元的な体制を整備することとして、本日12月25日付で私を本部長とする、対策本部を立ち上げました。午前中に第1回目となる本部会議を開催いたしまして、小屋川ダムの現状そして、状況が深刻した場合について備えて各部局として取り組むべき対策の確認を行ったところでございます。さらなるまとまった恵みの雨に期待したいところでありますが、これからの冬時期というのはですね、降水量が非常に少ない時期となります。貯水量等の状況に応じまして市としての万全の対策を講じてまいりますけれども、市民の皆様にも改めて水を大切に使う意識、節水意識を高く持っていただけますようにご協力をお願いしたいと思います。本日の記者会見は以上の件でございます。